うわー今日の練習もめっちゃ頑張ったわー。あ、そうそう、ちゃんと乾かしとこう、セーム。あこれちゃんと乾かしとこう。よし,よしじゃあ練習また行こうかな。あ、セーム、セーム。昨日乾かしたセームどこあった。ええー、カッチカチやねんけど。えー 何この形第5位。第5位は乾くとカッチカチになるですね。本当にね、生ムをね、究極に乾かした時、あの時のカチカチ具合エグいですからね。なんかね、3日、丸3日ぐらい全く使ってない時とかあるんですよね。カチカチなるんですよ。でですね、このカチカチ具合が本当によくて、なんかたまにね、この上手い具合に芸術作品みたいになってる時あるんですよね。 すごいなんか、モダンアートみたいな形をしてるセームがたまにあります。本当にたまにあります。で、このセームはね、カチカチの時に、こうやって体で水吸おうと思うと全然吸えないんで、カチカチになったらね、まず一旦水につけてほぐすという作業が必要になります。これカチカチのままやるとね、全然水吸わないんで、まず一旦水につけてカチカチ状態を解除してください。 今日から新品のセーム使うねんな。ちょっとこれ大事に使おう。えふっかふかやん。えセームってこんなふかふかやったっけえ新品のセームやば第4位、第4位は、新品の吸水力に驚くですね。僕もね、やっぱセーム結構ね、長いこと使うんですよ。結構もう水スわんくなるぐらいね、ボロボロなるぐらい使って、 で、新品に買い替えたときね、あの時の、え、こんな水吸うんっていう。こんなに新品のセームって水吸うのか。と、新品のセームってこんなふかふかっていうね。やっぱ新品のセームね、使うときもあの感動やばいです。で、新品のセームって、箱から開けて、このビニールに包まってて、で、ビニールから開けると、ちょっとね、あの湿ってるんですよ。カチカチじゃなくて、なんかちょっとふわふわしててね。 あのふわふわ具合ってね、新品の時しか味わえないですよね。もうね、使い続けると、セームってマジもカチカチになるし、なんかね、もう布になるんですよね。もうふかふかじゃなくて、薄くなってくるんですよ。なんで、新品のね、あのふかふか具合と吸水具合っていうのはね、あの新品買った時、そして買ってから1ヶ月ぐらいまで楽しめるんですね。 なんで皆さん新品のセーム買うときはね、ぜひその感じをこう、噛みしめて使ってください。あの感じもすごい好き。ちょちょちょ。ちょっとお前、お前ちょっとこっち来て。ちょっとこっち来てお前。ちょっとこっち来てこっち来て。痛い痛いやろ第3位。第3位は、セームで 叩くですね。これはみんな多分やったことありますよね。全員がやったことあると思います。セームでね、こう、パチンパチンってするんですよね。これがね、あの、まあ、あんま小学生とかはね、あんまり上手くないんで痛くないんですけども、中学生、高校生で、たまにこのパチンがめっちゃ上手いやついるんですよ。その時ね、もうめっちゃね、赤くなる。パーンって、えー、いた赤くなりましたみたいな。 すごい、あれはね、痛いんでね。まあ、大学生とかなってやってる人はあんまりいませんけども。あれはね、ちょっと痛いんで、ちょっとやめてください。すごい痛いです。あれなんなんかなやっぱちょっと、使い古してる方が痛いんかな新品はやっぱふかふかやからあんまり痛くないんですかね。使い古した感じのセームでやるとめちゃくちゃ痛いんで、ちょっとやってみてください。これね、非常に痛いです。 今からみんなで、銭湯行くん。あ、俺も行く。俺も行く。俺も行く。あ、ちょっとちょちょ待って、待って。俺は、ちょっと、この政務持っていくわ。政務。いや、めっちゃ便利やねん、この政務。え、政務知らんこの政務、マジでめっちゃ便利やから。2> 第2位、第2位は、私生活でも使う、ですね。これはね、あの、僕はやってますね。どうかな、みんなは。あのね、合宿とか行くと、結構全員、 あの、お風呂行く時に、セームを持って行ったりしてました。全員が。で、僕も普通に、水泳やってへん友達と、銭湯とか行く時に、あの、セーム持って行きます。めちゃくちゃ便利だから。もうほんまにね、セームって便利すぎるんで、なんでこんな私生活、他の一般の方に、普段の生活で使わないんだって思いますよね。セームってほんと便利。もうね、小学生とかは、 バスタオルで、そのプール行ったりしますけど、もうバスタオルなんかいらない。練習行くときに、もうセームとキャップとゴーグルと水着。この4点セットがあれば泳げる。なんで、本当にセームは便利です。ちょっと皆さんでね、セームの復興活動をしていきませんかセームってすごい便利やから。え、ちょ、ちょっともょ、アンサーみんな、セームの入れ物知らん え、生物入れ物、ちょっとなくしてんけど、え、ちょっとあれないと、保管できひんやん。え、あれ、あれないと俺保管できひんねんけど、あれちゃんとないと。番外編。番外編は、めちゃくちゃ大事に使ってるやつおる。ですね。これね、あのー、何がかというと、筒、あるじゃないですか。この、生物買った時についてくるあの筒。あの筒を、使ってるやついるんですよ。ちゃんと丁寧に。あの筒に、 セーム使って使い終わったら、しっかり絞って、あん中入れて、みたいな、してるやついるんですよ。あれや、やらなやなあかん僕はね、あの筒は、速攻捨てます。裸で使ってます。カチカチのセームをプールに持って行って、ほぐして使ってます。あの筒はね、結構、なんかまあ、使い道がありそう。他にセーム入れる以外にも使い道ありそうですけど、まあ、結局使いませんよね。 でね、ちゃんとね、あれに入れて使ってるやつは、貴重面な気がします。あ、ミスったー。昨日の練習終わった後、セーム入れっぱなしやば、カバン中。カバン中、セーム入れっぱなしや。やばい、ど、大丈夫かなうわやばめっちゃカビ生えてる。うわやばいって。えぇ、ー、カビ生えてもた終わりや。 1> 第1位、第1位は、カビが生える。これです。これはね、もう、決して、避けて通れない道ですね。セームってね、カビ生えるんですよ。あの、やっぱりね、乾かして、しっかりね、あの、水気を絞って、乾かすんですけども、たまにね、このカバンの中にセーム入れっぱなしで、濡れたセームがずっとカバンの中に入ってるっていう状況があるんですよね。 その場合、カビてきます。非常に残念ながら、カビてきます。なんで、さっきの番外編でもね、その筒に入れるやついましたけども、筒に入れて保管してると、多分水分がずっと残ってるんで、カビると思います。僕は。やったことないけど、多分カビますよね。なんで、セームの正しい保管方法は、使い終わったら、めちゃくちゃちゃんと絞って、すぐに乾かす。これが一番、カビが生えない方法だと思います。 僕はね、ちなみにカビを生やさずに使い終わったことは一回もありません。絶対に何箇所かはカビが生えて使い終わりました。やっぱりね、もうセームにカビが生えてくるのを防ぐのはどうにもできませんね。あれってカビキラーとかで消えるんですかなんかやったことある人教えてください。あとなんかセームにカビが生えない方法があればぜひ教えてほしいです。じゃあやっぱちゃんと乾かすしかないのかな 皆さんもなんかセームであるあるこんなんあるよっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。はい。以上です。しゃっ